皆さんこんばんは、ドドサオリです。乃木澤彩香です。はい、じゃあ本日もやっていきます。よろしくお願いします。頑張ります。アドバイスとかヒントあったら随時コメント待ってます。お願いします。じゃあ行こう。よし、行くよ。うん、約束するよ。うん、私は片耳隠れ家戻るよ。戻る。でもその前にちょっとだけアイテムを拾えるものだけ拾いたい。そうだね、拾いたいよね。ただゆっくりゆっくり、ここで気を抜いたら死ぬから。はい、ゾンビ来た。気抜かないでよかった、はい、気抜いたら終わるから絶対。あれはアイテムですね、うん、じゃあここのまず村のゾンビからゆっくりゆっくりしますか。右側から、右から。なんか結構奥っぽいね。スーパー入ってきた時さ、シャッターの叩く人がいたじゃん。いた。絶対すごい開くよね。怖い、開きそう。あいつか、うん、見つけたぞ。ちょっと逃げ遅れて死んだ感があるね。せーの、せーの。あーもう怖い。回を増すごとにもうどんどん怖くなってくる。なんかなんでだろう、慣れるかなと思ったのに。慣れないです、全然慣れないです。もうなんでビビらせ要素満載なんだもん。突然出てきてくるから、ね、あの首吊りの人が一番びっくりしたな。マジビビ。あ、これ貸し替えてもらう。あ、したー。ジュース、ジュース大事だよ、うん、ジュース大事、ジュース大事、うん、今空きバッグ何個あるの。ね、空きはね、2個しかないね、うん、じゃああと1個アイテム取って。そうだね、うん、まあ、もう1個ぐらいあるんだったらジュース飲んでもいいし。そうだね、うん、結構さあアイテムがさ本当にいっぱい落ちてるんだよ。ここさ、これ動かせる。マットに投げてね。ああ、ここに2個もあるんだよ。だって一応資源的には隠れが戻ってこいって言ってるからさ。拾えない、拾いづらいやつほどすごいなんか大事っていうかさ、めっちゃ使えるやつかもしんないけど。ショットガンとか。ショットガン、ショットガン欲しいね。マシンガンとか欲しいね。ロケットランチャーとか欲しいね。あ、いけないね。どうやっていくか。気抜かないで行こうね。OK、大丈夫、任せて。自分どこから行けなくても拾えないね。あ、あれだね。あ、違う違う違う。あ、叫んでますね。どこから、え、こっからかな。あれやっぱ行けなくなるの。どこから、あれってか、どこから出てきたっけ。ここ、ここ通ってきた。もう超怖い。こっからだっけ。いや、あ、わかった。ちょっと待って、ここほら開くドアがあるじゃん。こっからこうやって行くんだよ。そういうことか。行ってみよう。なんであそこだけ声聞こえるんだろう。ここだよね。え、怖い。やだ。どっから、なんで。焦るんですけど。やだ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 。本当嫌なんですけど。やだやだやだ。ゾンビいすぎなんですけど。マジ無理なんですけど。もう本当ゾンビやだ。驚かせよさま。どこだっけ、どこだっけ、どっから行くんだっけ。ここから行けるんだっけ。これ入れるけど。ちょっと待って、怖くない。ちょっと怖いから。あのシャッターとかさ、勝手にさ。やだ、怖いよ。あれは開いてんの。開いてるね。じゃあ開けるよ。ここ開ける。ほら、あ、あ、あ、なんかさすごいさ、こっからいっぱい出てきそうじゃない。いいかな、開けていい。やだ、怖い。構えてから行くから。あれ、まあさっきのとこだよ。あ、さっきのとこだね。え、左側だよ。この辺にいっぱいいるんだよ、多分。だから、うちらがさ、あの、食料庫みたいなのあったじゃん。うん、あそこら辺にはいっぱいいるんだよ。驚かしい。あそこはさ、どうやって行くんだい。あ、そうだ、もうほんとやだ。こっからだ。こっからだ、こっからだ。あ、違うな、こっち。なんか、ここに向こうか。お、栄養ドリンク。あともう一個、向こうに。向こうの隣は向こうなのか。この辺はもうない。
1個ぐらい飲んで。栄養通りに来る1個ぐらい飲んでくる、うん、怖くてさ、怖くて全然でも増えないよね、うん、増えないね。でも1個ぐらい気は欲しいから。確かに、うん、てかさ、ハンマーって1回しかさないの？そんなことないか。ここにあるの？あ、本当だ。あ、へぇ、あ、見て、ミッション、ここで見える。すごい、隠れ家に戻れ。なるほど、とりあえずもう、あ、そうか、今のミッション忘れちゃったら、ね、そこで確認できるんだね。すごいじゃん、今さら、めっちゃ今さら。これさ、ここからさ、行けたりとかしないの？しないね。行かなくていいよ。え、行けないでしょ。行かない行けない。いいよ。ゆっくりね。はい。なんかちょっとここアイテムなかったっけ？ないない。ないか。わかんない。確認してもいいよ。スキャンする。まあ、私早くセーブして安心したいの。早く隠れ家に戻ってほしいんでしょ。だってさ、ここまで来て死にたくなくない？超進んでんだよ。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。死なないよ。もう栄養剤もあるし。ゆっくりね。うわー、音がやだ、なんかめっちゃ音しない？する。いや、さっきからずっとだよ。ここに来るとなんでだろう。あのシャッターが絶対開く気がするんだよね。流れ込んでくるかもしれないから。あ、なんかアイテムがありそう。あ、そうか、うん、ほら、あのシャッター。だってなんか人の声がいっぱいするもんね。やだ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 。待って、隠れ家どっち？こっち？あの、このドア、このドア。だからこのシャッターの横のドア。ああ、早くちょっとあれ、あ、これジュース、栄養ドリンクだ。ジュースある、ジュースある、ジュース。あ、ぶって、なんかバリケード貼られてますけど。なんで？こっから来てないってこと？じゃあ。どっから来た？絶対ここから来てるから。そっから来た、うん、本当に 100%、 100%、 100%、うん、え、じゃあさ、これ使わないとじゃね。ちょっと待って、ちゃうよ。超怖い。やだ、これを壊したら出てくるとか、そんな感じ。缶抜きを外す、外そう。絶対いっぱい来るっしょ、出たら。せーのでいくよ、じゃあ。せーので、はい、はい。何？待って、何何？あ、うわー、やだー。懐中電灯やめよう、いっぱい来るから。いや、だって真っ暗なんだって。あ、大丈夫だ、閉じる。あ、間違えちゃった。あ、え、バカじゃね？また警報鳴ってんじゃん、やば。何やってんの？早く戻って、右右右、出れないパターンじゃなかった？出れるよ、待って待って、出れる。やだ、ほら、出れないよ。右から出るんだって、右から。ここをこうやって階段で、ほら、出れませんけど。でもとりあえずゾンビは来なかったね。どうやって出んの？あれ、隠れ家どこ？この缶抜きじゃない？あ、そっちか、うん、あ、そっか、そっちか。またじゃあ入んなきゃいけないんだね。最悪、もう最悪。早く鳴りやめよう、うるせえな。これさ、じゃあ閉じればさ、何、消えるってこと？この音、閉じますか、じゃあ。消えないんだ。どこだっけ、こっちだっけ、こっちか、うん、違う、あ、反対か、あれ、ここだ、あ、ここか。
てこのバリケードを外して出るんだよ。これか。だからゾンビがいるかも。新しいところから絶対いるでしょ。で、あそこあのこ、ま、街だからここで、うん、多分この辺に戻るの。だから斜め左ね。斜め左。させるゾンビなんだよ。稲妻の光って今だって稲妻をしてたじゃん。ゾンビがビリビリしてたよね。だから多分それを復活するゾンビなんだよ。そんな妄想が入ってる、うん、めっちゃ傷ついてるな、これ、ね、ゾンビになるんじゃねえの、うん、危ないわ。俳優らしい。え、ゾンビの群れがそっちに向かってんだ。このゆっくり準備 している暇はないと処分だ。え、ちょっととりあえず後ろ戻って、あのセーブ。何これ、どういうこと。え、隠れ家なのにゾンビが来るの。しかもゾンビの群れだって。なんもないじゃん。でも一回あそこまで行かないと何もアイテムないよね。え、でも待ってた方がいいの。ミッションぶり、何もう一回ちょっとうるさい。略奪しに行かないと。ゾンビが隠れ家に侵入しようとしている。ここをしないばこの地獄で5分と生きていられないだろう。隠れ家は隠れ家を出てゾンビを全部駅にいっぱいいるってこと。でとりあえずじゃあマンホール行けばいいの、うん、それだって略奪しないと。そうだよね。あーもう本当やだ。あー怖い。憂鬱。あーもうまた大軍と戦わなきゃいけないっけ。オッケー任しとけ。なんかとりあえずここで略奪とかあるかもしれない。よし。あ、違う。登ったら何だよ。はしごを略奪しようとしたのにはしご登っちゃったよ。何これ、火炎瓶。なんか新しい武器ゲットしたの。いいね。いいよ。いいゾンビだ。ちょっと使い方が分かんないけど。ここ出て右側にいるから。内側。そうだね。ちょっとじゃあ隠れますよ。いいね。あれあれ。こいつか。ちょっとやってくれかい。え、そんで全部略奪する。あ、じゃあ栄養ドリンク。あ、どうしよう。諦める。栄養ドリンク諦める。しょうがない。それより大事なものいっぱいある。発煙筒、うん、こんなに。だってゾンビがいっぱい来たら発煙筒投げればさ、向こう行ってくれるじゃん。気を紛らわせられる。あれ、こっちから来たんだよ。こんな、でもどこに隠れ家を守るか、どういうこと。どうする、一回戻ってこい。駅に向かった方がいいのかも。マンホールからじゃなくて町から戻ろう。そっちじゃない、こっち、このバスの方。ここか、うん、マンホールでも行かなくていいんでしょ。下をくぐって開けて、開けるじゃん。隠れ家マーク、大きいマークです。で、左のドア、そこのドアを開けて、ちょっと待って、うん、あれ、いっぱいいるよ。そこですか。でもさ、カラスかもしれない。カラスかもしれないし、ね、開けるよ、じゃあ。せーの、はい、カラスだった、よかった。カラスか。じゃあ先進んで、
ちょっと待って、いるかも。いたいた。いた？あれ、あれ、ゾンビ。立ってるね、立ってるね。だから、ゾンビの群れが向かっているですから、そいつらを、ちょっとずつ、ちょっとずつ。でもまだ、ここからもう慎重に進んでた方がいい、マジで。うん、いつどこにいるかわかんない。あいつね、とりあえずあいつね。来い、とりあえず来い。あ、いっぱいいるじゃん。2匹はいるね、2匹はいる。え、でもさ、さっき、こっちはさ、もともとさ、なんか、いっぱい大群倒してたじゃん。そこもここじゃん。え、そうだっけ？そうだよ、ここじゃない。ここにはいなかった。1匹ずつ、1匹ずつ、1匹ずつ。後ろに歩いちゃうと思って。ちょっと後ろに歩いた。そうそうそう。それで、おびき出して向こうの2匹に気づかれないように、した方がいい。で、殴って！オッケー。このぐらいの距離だと、一発だ。うん、近すぎるとダメだね。ないってもなし。で、もう1匹いたから。ほら、あ、カラスかな。この角に、うん、カラスっぽくないかい。ちょっと、ちょっと待って。三角、三角。あ、カラスとかネズミだったわ。そう。じゃあ右向いて。なんか鳴ってるね。うん、鳴ってる？なんか警報音みたいになってない？ジーン、ジーンって。鳴ってるね。クラクションみたいなのが鳴ってる。ちょっと先進もう。ないかな。はい、ってこと。ね。アイテム今取れないから、そう。ゆっくりゆっくりね。うん、ゾンビだ。右側。さっきの海軍のところに向かってる系だよね。うん、でもこっちまっすぐ進めば隠れ家戻れるから。隠れ家に戻るの？これじゃない？今何しようとしてるの？隠れ家を守らなきゃいけないから、歩いて隠れ家に戻ってんの。マンホール使わないで。いた！どうやって倒すんだよ。予告前進めっちゃしとるね。降りてる、降りてくるよ。まったいですよ。あ、でも絶対こっちにまだ気づいてない。いや、気づいてると思う。ここやろ。そっち行く？うん。あ、来た来た。入ってってんのか。じゃあゆっくりよ。ゆっくり来るの、また、うん、変に進んでいっぱいいるの嫌だ。ね、あ、カラスね。ビビらせるし。さっさと。よし、よし、よし、じゃあ行こう。行こう。なんでずっと海中で見たついてんの？そこ！もう一回。なんかずっと、略奪しなくていい。だって、あそこアイテムいっぱいだからいい。変に見つけてほしいとか思うな。左、左。そのテントをくぐって、いっぱいいるかもしれないから気をつけていこうね。あっちで、さっき。左の隠れ家とかに戻ろうと。あ、怖い。だから駅構内にいっぱいいるかもしれない。開けるよで、よし。くぐって、あの、怖い。左に行って。ドア。開ける。多分このホームにいっぱいいるんだと思う。